俺さ、もう俺、うん、なんか独立してやろうかなと思って。うわ、いや、すごいね。資料とか今リサーチしてて、なんて言えばいいかとか、とりあえず、個人事業主ね。そうそう、その主従関係から抜けたいと思って、この。で、いいね、とりあえず、社長の娘に一回電話して、うんうん、親父にちょっとこういうふうにやっていこうかと思ってないけど、どうって言って、まあ、その彼女は、まあ、個人事業主から別に法人になって、まあ、全部自分で通ってるわけだから、聞いたら分かるかなと思って。あ、受注で仕事は流してもらうってこと？まあ、そう、最初はそうしようと思って。まあ、それが硬いよね、確かに。そう、最初だって何もないのにできない、困る、無理じゃん。うんうん。じゃあ、まあ、8月いっぱいぐらいで資料作って、なんか、うんうん、その資料ってね、その、社長に対して、うん。うん、社長にとってのメリットとかをこっちから提案するってこと？まあそう、そういうプレゼン込みと、あと、業務委託契約書みたいなのも一応自分で作っちゃえば、うん、なんか、あ、こいつやってきたなってなったらさ、もう、まあ、うんって言わせられるかなと思って、もう結構決めてるなって。なるほどね。って言ってたら、ちょうど休憩時間にタバコ吸ってたら、社長が来て、うんうん、なんか最近、なんか、縫製屋、埼玉にある縫製屋の、なんか82歳のおじいさんが一人でやってるとこあるんだって。うんうん。で、なんかもうそのじいさんもまあ、今元気だからやってるけど、もうそろそろ廃業だから、なんか全然面白くない冗談なんだけど、近く養子になりなよとか言って。養子？全然面白くないけど、ははーつって、みんな笑って。やっぱその、ま、そうか。うん、名字を引き継がないといけない。いや、ガチ養子じゃない、だから冗談、全然面白くない冗談なんだけど、つまり、まあ、全然、なんつうんだろうな、もっと、君もなんかいろんな経験しろよみたいに言いたいのかなと思った。ああ。いろいろそういうとこに行って、なんか、自分でし、だから俺、だから今日言わないつもりだったんだけど、今日言っちゃったの。あれ？こいつもその気かと思って。うん、はい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 、書類とか全部集めてから言おうと思ったけど、うん、あれこいつがその気なら今日ちょっと青写真っていうか構想だけでも言おうかなと思って、うんうん、言ったら途中で君もまた、うん、君もまたつまらない冗談言うねって言われやべえ、ミスった で全然面白くない冗談言うねって言われて冗談言うねって結構食らってんのじゃん食らってんのかいって。頼むよ、時給で働いてくれよつって。で呼び出して、まあ、一応頭の中では何言うかとか出てきたから、まあ、メリットとかデメリットとか、一応紙に書きながら、で、こういう流れにして、一応こういう形で働いて、請求書を出してこういう感じでみたいな、したら、うん、うん、いいねみたいな。で、おいや、やっぱ俺もやっぱね、やるならね、独立した方がいいと思うんだよとか言って、めっちゃ乗り切って。すげえじゃん。そう。で、なんかそっからもう結構乗り気だったから、なんか結構、もう70代ぐらいだけどさ、自分も、なんか好奇心やっぱすごい、好奇心すごい高い人で、なんか新しいこととか70代なのにまだやろうとするの。うんうん、なんかさ、もう決まったさ、古い客からさ、来た仕事やってりゃ、まあ、それで別に回ってんだけどさ、なんか自分の新しい構想とか俺に語り出して、あ、なるほどね、みたいな話聞いてて、で、また話を俺のに戻して、じゃあ8月いっぱいまでに僕ちょっと書類とか揃えるんで、もう一回話聞いてもらって、一応じゃあこの形でいいですかって言って、もう好きなこと、好きな方にやった方がいいよとか言ってくれて。すげえ。おざーって感じ。だからもう、8月にはもう俺多分、やっとちょっとおさらば、この、主従関係というこの、雇用形態から、ちょっとやっとおさらばできるかもしれない。半分ぐらいだけど。いや、すごいな、そんなの俺やったことないもん、そういう。雇われたことしかないもん。だからガチガチの会社だとそんなんむずいよ。このグレーだからこそ、逆にいいよ、よかった。それ何？どこで、どこか借りんの？自分で。どういう、なんか場所ってどういう感じなの？だから、
で、最初はっていうか、もう、半分、なんつうんだろうな。まあ、ほぼ仕事内容は変わらないで、最初やろうっていう計画で。場所とか、雇用形態は変わらない。雇用形態だけ変わるのか。そうそう。内容とか場所が。そうそうそう。表向きには、そういう、表向きっていうか、社会的にはそう、雇われてないって感じになるけど、まあ、その会社の個人的には、まあ、やることは変わらないでやるんで、つって。で、それから、だんだん自分のやりたいこととかも、こう、どんどんこの比率を、こう、こっちに増やしていきながら、そう。やっぱ一番の醍醐味はさ、その自分の空間で、うぜえやつがいないとこでいるっていうのがやっぱり醍醐味だよね、やっぱ。うぜえやつって、まあそういう、いや、うぜえやつがいない空間っていうよりは別に、もうちょっとプラスで、なんかもっと楽しい人とやりたいっていう方が俺は高いけど、いいやつでやりたいって。なんかさ、雇われの時ってさ、雇われてる時ってさ、結局その組織にひとまとめにされるからさ、なんか、そこで、なんかなんていうの、どう見られるかが気になっちゃうじゃんってなんじゃん。そう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 。もうそういうのは、それだから、うん。でもそれは継続しちゃうじゃん、最初のうちは。うん。で、急にさ、例えばさ、急にね、急になんか柄悪くなってさ、そうだって、急に初日の8月のそういうだって、急に柄悪くなって。売れないと思う。多分、協力してもらえると思うから、多分大丈夫。ああ、でもいいな。そうやって人は独立していくんだね。うん、なんか、ツイッターでさ、坂口恭平とか見てると、どんどん、いや、俺、これで、斎藤さんが車の中でさ、いや、俺、なんか違う気がするって、独り言で言ったみたいな感じで、うん、坂口恭平の見てると、いや、なんか違うんだよな。そうだよな。いやなんか俺もすげえ違う気してきちゃうじゃん、俺だってもうそんなこと言ったら。すげえ言っててさ、あいつ。でも水彩画描けないとダメだよ、水彩画。あいつ水彩画うめえからなんとかなってんだから。なんで絵描きじゃないと。絵描きしか独立できない。だって、すごくね、あれだって多分結構な値段で売れるだろ、あれ。ね、うん。でも全然あいつ別に絵でどうやって稼ぐかってことは書いてないです。俺でもこの話してるとき、ほんと宝くじ買ったときぐらいちょっと希望が広がってさ、なんだろう、俺だってなんかもう急に何かなれんじゃねえかみたいなさ、その宝くじ買ってあった、なんつうの、その当選結果をさ、知るまでのさ、希望とかさ、要はもう当たったらやめてやるみたいなのとかあるんじゃない、とかね、それに近い感じがするわ、今こうやって話してると、なんか、ね、なんかこう、でも、俺、何にもないんだよな、そういう足がかりが。なんかもう、俺なんかさ、今、社宅で、まあ、家を借りて、社宅で借りてもらってんだけどさ、でそこの、こう、結構、手つかずの、使っていいみたいな庭があったのよ。で、最近、IKEA でさ、なんかその、こういう、テントみたいなの、買ってさ、設置しちゃってさ、いる気満々じゃんっていう、この先。何のテント、何用のテント？いや、なんかさ、要はその庭でさ、ちょっとテーブルと一緒にさ、庭にね、ああ、そういうことね。そうそうそう。いや、もういる気満々だなと思ってさ、そんな設置しちゃって。